うすか中須のどうすかどうすかって振り結構困りますどうすかって中須の調子ですか、はい、福岡来て、はい、いや福岡ね最高ですね。やっぱり飯もうまいですし結構過ごしやすいですね、うん、気温は気温はこっちの方が暑いです今日今28度この絵はいるんですか。この絵はいります。いるんですね、はい、でさっきホテルチェックアウトしまして、はい、で今から北九州は小倉に向かうんですが、その前に中洲で一軒ちょっとここは行かなきゃダメでしょっていうお店が、それがイカのお店らしくて結構老舗なお店らしいんですけど、ちょっと今からイカをランチで食べに行って、でそこから小倉に向かおうかなと。おなるほど、はい、いいですね。でもこれ今までにないワッキー TV の今までにないかな。来ないですかはい、そしてやってきましたお店がこちらでございます。川太郎の中洲本店にやってきました。イカをこちらで搬入してまして、特別に撮影許可いただきましたんで、どんな感じなのか見てみたいと思います。このトラックでね搬入してて、佐賀県から来てるということでね、ここからイカをお店に、はい、うわーすごい、こうやって毎日ねイカを車で運んでお店に仕入れてると。お願いします。うわーすごい、うおおピチピチですね。これ見てください、イカがめちゃくちゃ美味しそう。ちょっと今ねまだ12時前なので準備中になってるんですけど、間もなくランチの時間が始まるんで今から楽しみです。ということで、ランチセット頼みまして、もずく酢がついてます。2名様分でお持ちしてます。こちらまずお塩でお召し上がりください。レモン塩、わさび醤油、お好みでお召し上がりください。まだ生きてますからね。どうしてわきさん、このイカ。いや、ちょっとこれすごいですね。生きてるからね、まだ。おお。うまっ。甘いですね。
うまっ。はい、ということでね、まだゲソとか残ってるんで、これをね、今から天ぷらにしていただきます。イカシューマイ気がして、イカシューマイ、イカシューマイですか、うん、これイカシューマイ用の醤油なんですよね。なるほど、うん、これガブッといっちゃっていいですかね。ガブッといっちゃっていいですか。はい、つけました。これやばいでしょ、めっちゃうまそうですよ。うん、すごい、他の味すごいですね。あとご飯、うん、うまい、うん、天ぷらです。美味しいですよ、天ぷら。こちらの海苔塩か、こちらの天つゆの方でお召し上がりください。海苔塩もいいね、これはいいわ。もうこれが一番の楽しみだったんで、ちょっとね、この海苔塩が気になるんですよ。ご飯持ってきます。うん、これはいいわ。白飯いける感じですか。止まらなくなりますね。おかわり自由なんですよね、うん、これがなんかすごくいいですよね。今度は天つゆでいただきます。うわ、今までゲソ天とかもタコいっぱい食べてきましたけど、人生で一番うまいですね、ここ。うまい。ご飯の加減最高。うん、ここランチが12時からなんで、僕ら11時半に来ちゃったんですよ。で、30分待った甲斐がありましたね。これ絶対並んでも食べるべしですよ。この川太郎って店ね、博多駅にもあるんですよ。ただね、あっちはこういったイケスがないんですよね。目の前でね、イケスからイカをすくって見れるっていうのがいいですよね。煮付けなんかもあるんでね、うん、これもうまい、うん、このさつまいもの天ぷらもね、一緒についてるんですよね。うん、これもおいしい。さつまいもホクホクですね。うん、うまい。ラコッタです。はい、最後デザートがつくんですね。はい、うん、うまっ。あんなこったがめっちゃうまい。すごい滑らか、ほんのり甘くてうまい。うん、これは最後まで堪能できましたね。最高のお店でした。うまかったね。うまかったです。今回僕たち食べたのがこれですよね。そう、定食でございます。ここまでフルコースで2400円でいただけるという、金額だけ見たらちょっと贅沢なランチかもしれないですけど、内容を考えたら全然これはいい価格なんじゃないかなと。なるほど、うん、僕は思いましたね。あとちょっとこっち来た時は違うメニューも食べてみたいです。日替わりのおすすめもいろいろあるみたいなので、単品で他のイカ以外の鮮魚も頼めるみたいですね。おう、うん、クエの荒炊きとかこれめっちゃうまそうじゃないですか。ね、まあ、夜もここやってますからね。ということで川太郎中洲本店、うまかったです。